ジャマラ、本名、サーナ・リーミューナ・ジャマラディーノバは、ウクライナの歌手、ソングライターである。ジャズやソウル、R&B、ワールドミュージックに、クラシックやゴスペルの要素を交えた作風で、自ら作曲する。2009年に、ラトビア・ユールマラで開催される若手歌手向けの、音楽祭ニューウェーブに出場し、優勝を果たした。2016年には、 ユーロビジョンソングコンテスト2016に、ウクライナ代表として出場し、1944を披露を、優勝を果たした。1983年、ソビエト社会主義共和国連邦、キルギスソビエト社会主義共和国の推しに生まれる。父親は、クリミアタタール人、母親は、アルメニア人であり、本人と、父親はムスリム、母親は、キリスト教徒である。 ヨシフスターリンによるクリミアタタール人追放によりクリミア半島からキルギスに強制移住させられたクリミアタタール人の血を引いており強制移住の際には彼女のひいばばの娘が貨物列車の中で死亡し貨車からゴミのように投げ捨てられたというウクライナの独立後一家でウクライナ領となったクリミア半島に帰還した幼少期から音楽に関心が高く9歳の頃に 子供の歌やクリミアタタール人の民謡など12曲の収録を経験している。アルシュタの音楽学校でピアノを習得して卒業し、シンフェロポリの音楽大学に進学、さらに、キエフ音楽院でオペラを専攻して卒業する。成績は優秀であり、ミラノスカラザでソロイストとして活動を始めるが、ジャズやソウルミュージック、東洋の音楽への関心を失うことはなかった。 キエフでの学生生活を送る間、クリミアタタール人に関する文化的イベントに積極的に参加し、またクリミアタタール人の祭日、フデルレズやデルビザといったクリミアタタール人の祭日には姉妹と共に歌った。15歳の頃からウクライナ、ロシアをはじめヨーロッパ各地の音楽祭に積極的に参加した。2001年バンド、ビューティーバンドのボーカリストとなる。 2006年には若手のジャズフェスティバル DDJ に出場して特別賞を受賞。振付師のエレーナ・コリアデンコの関心を引きミュージカルやバレエの舞台にも立った。2009年にラトビア・ユールマラで開催される若手歌手向けの音楽祭ニューウェーブに出場した。大会では優勝を果たし大会の総監督をして企画外と言わしめた。ユールマラでの成功を機に 活動の幅は一気に広がり、キエフでは大規模なコンサートも開催された。TV トライアンフ2009や、マイケル・ジャクソンを記念した、ワンナイト・オンリー、アーラプ・ガチョアのクリスマス祝賀をはじめ、テレビ番組にも数多く出演したほか、コスモポリタン氏の、今年のシンガオヤイルの、今年の歌手に選出された。ポップスターとして忙しくツアーのスケジュールをこなす、傍ら、 クラシック音楽分野での活動も続ける。2009年にはオペラスペインの時計への主演を務め、2010年にはジェームズ・ボンドをモチーフとしたオペラ作品にも出演した。2011年ユーロビジョンソングコンテスト2011のウクライナ代表を選ぶ国内選考に出場し、決勝まで進出した。この時のウクライナ代表選考には不正疑惑が生じ、同年3月に やり直しとなった。ジャマラは再び決勝進出を決めたものの、なお先行に不正があるとして決勝への出場を辞退した。2014年クリミア危機の際、彼女の家族や知人がロシアによってアメリカ合衆国の総区、ファシストといったレッテルを貼られ抑圧を受けたと話している。クリミア危機以降、ジャマラは故郷であるクリミア半島には帰れていない。2016年、 ユーロビジョンソングコンテスト2016のウクライナ代表選考に出場し、ウクライナ代表に選出された。代表曲1944は1944年ソビエト社会主義共和国連邦によって行われたクリミアタタール人追放。特にこの時に歌詞でクリミアからキルギスに強制移住させられ、道中で娘を失った彼女のヒーババについて歌っている。 クリミアタタール人の指導者らは、ロシアの実行統治下となったクリミアから視聴者が、ウクライナ代表選考に投票できるよう要求し、クリミアタタール人政治家のレファトチュバロフは、もしクリミアの人々が、ウクライナ代表選考に投票できないのであれば、すなわちクリミアはウクライナではないという主張に黙って、同意したも同然だと訴えた。大会で審査員の一人であったルスラナは、 投票しなければ愚か者だと話した。5月14日、ユーロビジョンソングコンテスト2016の決勝に出場、優勝を果たした。ありがとうございます。